嬉しい。が起こっておることはいいよ。この大地があるでしょ。あなたに依頼があるのですが。おい、せっかくの機会だ。ルミール村の剣だとかトマシュ殿の捜索は俺たちに任せて、あんたは生徒たちと一緒に舞踏会を楽しむこったな。ほら、教師のあんたがさっき立ってたら生徒も不安がっちまうだろ。
それは悲しき現実を突きつけられる日。貴族の皆さんはいいですよ。そりゃ私だって貴族なのに。よ。やはりこのチョコ版の裏切り、死神騎士の再来、本当に舞踏会など催している余裕があるのか。よ、なんだ舞踏会。騎士団の連中は参加しない。あれは生徒らのための催しだからな。ですか。あの、うっ、あ、その、先生、私人前だから。前説のような事件があった。それにしても嬉しいですけど。はい。大司教、彼らが一人、我々教団も。達成されましたね。礼を言います。化粧もしない。あら、今の学級。
生。先生、僕は結構ソロンがいい。舞踏会、そう、そこで出会ったのだ。我々そんな。すみません。先生、お疲れ様。そうだ、知っていますか、舞踏会も行われる願い事をすると。最近どう？儲かってるかしら？そうだ、知っていますか、女神の塔にまつわる伝説を。舞踏会も行われる青春の節の最後の夜に男女二人で女神の塔に行って願い事をすると必ず叶うそうなんです。ゆっくりお話ししたいところだけど、こう見えて仕事中なの。ごめんなさいね。ねえ、お願いを聞いてくれない？いらっしゃいませ。こちらでよろしいですね。あれ、こちらでよろしいですね。あれ、こちらでよろしいです。あれ、こちらでよろしいで、あれ、こちらでよろしいです。ありがとうございます。こちらでよろしいです。あれ、こちらで、あれがこちらで、あれがこちらでよろし、あれこちらでよ、あれがこちらでよ、あれがこちらでよ、あれこちらでよ、あれがこちらで、ありがとうございます。こちらでよろしいですね。ありがとうございます。またどうぞ。来てくれ。いらっしゃい。こいつでいいかい？ありがとうよ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 。また来てくれよな。すみません。の日、隣の学けど彼女は僕なんかよりもずっと優秀だった。
ミール村のことお疲れさんです。やめだやめだよっ。センス、いや俺、あ、ほら、俺もですね、いい加減真面目に勉強すべきかな。お、ほんじゃ、これからよろしく頼みます。あんたのし、ルミ、実舞踏会だから。どうしたの？すみませんが。くそーくそー、なんだかむしゃくしゃするぞ。死神騎士といい、トマシといい、捕まえられてねえんだろ。悪がのさばる世の中にしちゃいけねえ。俺が必ずやってやる。身内よ。しかし誰をどこまで調べればよいのやら、悩ましいところです。セイロス騎士は修道士たちとやや特殊な立場の頼みがあるのです。もうすぐぶっ踊りを見ない。おお、これから筋肉を。聞きたまえ。そうだな、古い礼拝堂のあった区画か。崩落の危険があるってだけで意外か。まあガチカの性病もそうだし、あそこは風。村の剣は肩がちっかし。トマ、ああ先生か。学級は違う。ルミチック、ああ、ニール村は多くの人がいる。先生、調子はどうかね。よければ一杯付き合っていただこう。なに、我が輩の話をしようかと思ってね。君といると君の話ばかりだろ。もちろん研究のためなのだが、君に飽きられても困るのでな。というわけで我が輩の話でも聞いて、もっと研究に積極的になってもらえればと。おお、予想外の返事だが、興味を持ってくれて嬉しい限りだ。それでは少しばかり昔話をさせてもらうとしよう。我が輩は帝国貴族の出でな、お大きな家ではないが当主だったのだよ。所領は小さかったが、どうやら血の濃い家だったらしく、一族には紋章の力を宿す者が多くてね。かくいう我が輩も小紋章を宿している。その影響もあってか、我が輩は若い頃から紋章に強い興味を抱いていた。やがて紋章学を志し、いつしか帝国の研究機関で第一人者と呼ばれるまでになった。
帝国での地位など何の意味もなかったよ。だからこそ我が輩はガルグマクを訪れ、教師をしながら研究に没頭した。少しずつだが答えに近づいている。炎の紋章を持つ君の協力があれば研究、我が輩は目的の成就まで止まることはない。君もできる限り力、君の存在は我が輩にとって格別なのだ。頼んだぞ。さて、そうと決まれば行いたい実験が山積み。ありがとうございます。そうだ、舞踏会が催されるとはいえ課題は与えられるのだな。今節はルミール村を焼いた者たちはまだ捕まって、婿の民の命を。フォドラの舞踊ブリギット異なります。理由、音楽違う。ブリギット舞踏会か。帝都での初めての舞踏会を思い出すな。最小である我が父の催す舞踏会。ねえ、昔士官学校のとある女生徒が女神の塔で一人の男性と出会ったそうです。彼らすごいのが、はぁみんな随分と浮かれているわ。こういう空気は何事もないのが一番だけれど、何かを企んでいる敵がき、まあでも、舞踏会も。待ちに待った。幼少の頃学級、僕のような言う、なんなら先生、そこまで言われてはこと、僕をより言う。トマシさんは、でもコーデリア家にも少しひ、あら、だけど私古い礼拝堂に侵入者？町の連中が宴でも開いてたんじゃないのか？とはいえ、トマシさんの件もあるし、教団が神経。トマシさんが敵だったなんて、親切。え？前節もいろいろとありましたな。まったくトマシュ殿らの、それに
フレン殿の。女神の塔での王政にお誘いですが、そう考えると。主さんが教団を裏切るなんて僕信じられません。教団の人の中にもパルミラ人の僕を嫌う人はた、トマシュさんは逆にとても優しかった。アルグマク大修道院は、そう、今から9、それを祝う舞踏ガルグマクを、次は、彼のこれまでの自責から、あのようなことをする者には到底思え、それに見た目が変わったと、まるで人ではないような。そういえば舞踏会より前に舞踊対抗戦の各学級の生徒から一人ずつ代表を選び、優勝した生徒には踊り子の編集の秘伝書が与えられます。とても貴重なものですから、あなたの学級、願いを聞いてくれますか？村は元に戻るんでしょうか？多くの人が亡く…ごめんなさい。踊りのことなら私に任せてくれる？歌劇団で学んでたんですよ。先生の期待に応えてみせるわ。
出るからには優勝を目指しましょう。例年の対抗戦の優勝者は参考になったかしら。あら、踊りの訓練。先生の知らさに例年の対抗戦の優勝者は参考になっ。経験よ。なんだ、舞踏会。あれは生徒らのための催しだから、ね、アロイスはお白鷺杯。うん、彼のこれ、それにまるで、そういえ格が優勝してとてもきつい。各が優勝とてもきつい。先生。
ローレンツ、君気遣いは無理。平民、私もどふむ。以前よりうまくやる。要点をつかめば。分かってくると